はい、皆さんこんにちは、ピカです。信長の野望新生やっていくよ。はい、島津でやっていく、四国ね、上陸したね。まあなんとか毛利との同盟を維持しつつ気をつけながらね、ここでもうへましたら一気になだれ込んでくるから、そしたらまず確認してどんな状況になってる。今親善中なんだな。ならば大名あ、建設実行か。まあ後で変えよう。じゃあね、同盟9ヶ月ね、OK。そしたらそのまま継続しろ。で、三好ともね、同盟結ぼう。まあ普通だからね。年久、まあ勝久にやってもらおうか。承知しましたぞ。東洋ね、良き案がありますぞ。どう攻めましょうか。まあ今第一軍団はちょっと外交でね、頑張りましょう。ヨシテロさん、着陣したぞ。みな戦に備えよ。頂上です。ええ三好とやってんの。毛利ね、毛利攻めてくれてるんだ。義弘軍団、義弘行かないか。ここ行けるかな。ははー、行けそうやな。でも無理かな。まあちょっと行ってみろ。皆の者ついてまいれ。取り掛かろうぞ。毛利引いちゃったね。そしたら回復していくから無理かな。まあ無理やけど、まあ長宗我部の、まあ、力まあ抑えつつ、義弘にちょっと頑張ってもらおう。おお、なかなかじゃ。使いしよう。上進いたします。お寺受けたまわりましたぞ。
まあ3万ね、ここまで行くの3万いるんすよ。うん。嬉しゅうござる。三好もなんか攻めてきたね。攻めてるね。ちょっと待ってよ。でも六角と争ってんのか。うわー、頼む、回避してくれ。やりました。うん、ちょっと家久こっち来てるぞ。あ、そっか、城主だったの。あー、なるほど、わかったわかった。足軽、お前の喜びにござる。よし、そしたら家久はね、かたじけなし。まあ軍団編成の、まあ全部義弘の持っていこう。またね、武将、西郷さん、鍋島ちゃん、鍋島ちゃんはちょっと待て。まあここもね、届くかと思って城主にしたけど、まあダメだったから持っていこう。これはこれ土井さんで、あなたで、あなたもで、ここはねもう内政に努めようぜ。妖怪の喜びぞ。もうここ届かんから、委任の内政な。済んだことを悔やませぬぞ。おめでよ。そっか、外交これ見ればいいのか。一回一回親善の方見なくてもいいんだね。なるほどなるほど。兵どもよ、陣を構えよ。無理だったか。お、義弘出たぞ。おっとっと、義弘出たぞ。出たっちゅうことはいけるっちゅうこっちゃ。城なぞ早々に奪ってくれる。聞いていただけますか。兵を奮い立て、戦ぞ。さあ今はね、国力をちょっとね、薩摩隼人の城取りよ。オッケー、国力をちょっと高めつつ、くれてやるわい。説を変える気はない。恩に切るぞ。まあ高めつつ3万4万をね。おい、ちょっと待てー、グソだろ。なんでだよ、なんでだよ。お前、長宗我部攻めるの普通じゃないのそれ。せっかく交渉してたのにさ、なんなんだよあいつよ。絶対これ本当にプレイヤー殺しだよね。コンピューターびいき野郎、どうもできんやろこんなもん。
迎撃届かんやろ。もがくだけもがけ、一応届くから。あと防衛、まあ防衛はゼロゼロだよね。うん、構わぬぞ。くっそ、三好野郎、三好利用してねここ取ってやろうと思ったんだけど、くっそ、はほんとはよ3万ためなあかんわこれ。うん、もう吉弘じゃ取れんやろさすがに。戦ぞ、陣を整え。助けて。嘘だろう。アホかこいつ。奪われようとは。最悪、しかもあいつ寝返ったし。うーわ最悪。強烈至極に存ずる。あの野郎のせいで処断されたし。さあ行くぞぞ。腕が鳴るわい。まいったの。まいった。これ任意斬首とかできればいいんだけどね、うん、あんなの許せねえよ。これで毛利と婚姻結ぼう。今入ってきたから。止まれ。ちょっとありえねえわ、もうありえねえよ。ありがたく存ぜ。まあここまで一応言っとこう。みんな続け。高久軍団、命を賜りたく。まあ、内政だけどね。すぐに手に入れまする。奮い立て、行くさぞ。引くことになるとはの。ふう。何してんこいつ。さぞ、準備を万端整えよ。くぅ、160、動くべきか。ああ届かんの。こりゃひでは。申し上げますぞ。まあ毛利さんにまた攻めてもらおうか。あと何ヶ月、6ヶ月。まあなんとかいけよう。8000ね。
が策を及ばず。無念。これまでか。くそ、三好絶対ボッコボコにしてやっからな。嬉しきことよ。戦となる武人を始める。お断りじゃ。よく言った。死んで。ないわい。死んで。注いでみせる。お願いちまちゅ。さあ3万までぶっちぎりだぜ。ぶっちぎるよ。戦となる武人を始める。もはや戦いぬか。屈辱忘れぬぞ。あんま刺激せん方いいかな。必ずや制しまする。刺激せん方よかったか。合戦か。我が武を示す時が来た。合戦じゃないか。承知いたしました。見事な戦ぶりであった。見事な戦ぶりであった。済んだことを悔やませぬぞ。できながら見事。かようなことになるとは。敵将、我が手に落ちた。覚悟はできておる。よし、おめでよ。退却。何してんのお前。戦ぞ、陣を整えよ。どこ。岡城か。岡城はいい。今ちょっと三好の力を弱めたい。まあいい、とりあえず毛利と婚姻じゃ。それは頂上。これは三好か。考えがあります。まあでもどうすっかな。まあ3万貯まったが、まあやっとこうか。やりきってみせまする。上機嫌だわい。3万貯まったぞ。たまらぬわ。よし、まあ3万貯まったんだが、あと4ヶ月か。よし、3万4000。よし、これならいけよう。
OK、3万7000。これならば、じゃあ。感謝いたす。うん。よし、やっぱりここまでは3万やな。よしよしよし。うん。なら、ここ行こうか。さあ、これで、軍団解散。心得申した。よし。さあ、これで、義弘はこれでいい。さあとね、調整するからね。バッチリだ。調整必要なしじゃ。よし。これで。まあ、ここは十分な兵力なんだが、三好がね、動くんだよね、おそらくね。うん、まあここはここでまたちょっと国づくりかな。そしたら早速、何も作ってねえのか。そりゃねえぜお前。取り掛かろうぞ。さて、まあこれでまあ攻められるっちゅうことはないでしょう。ちょっと待って、代官、これはね、ちょっと固めよう。これなんだ、プラス17になるんだ。これは、あ、これはプラス2なんだ。そしたらこれ85だよね。85にして、でそれプラス、あー、になるんだね。へえ、妖怪の喜びぞ。まあこれはちょっと強いやつにしときたい。感謝いたす。まあ、もっとプラス5だね。うん、まあ相性は良くないと思う。じゃ、うん、足軽大将なってるから、まあ強いやつにかわしとこう。あ、家久いる。え、家久、あ、家久いるぞ。あ、家久いるぞ。でもう入ってるんだよ。まあじゃあ、あとはこれでいいか。よし。かかろうぞ。お聞きくだされ。要案があります。宇都宮。ああ、いいかな。任されましたぞ。ちょっ
ちょっと待って、外交どうなってんの？止まってんのか。止まってるんだ。やっべ、あと3ヶ月。うーわー、ロスタイムだった。わかった、了解だ。高久、取りかかろうぞ。射撃場行っとこうか。まあ待て、まず商人じゃ。任されましたぞ。頼みましたぞ。大丈夫かな。うわー、ちょっと来てるかもしれないな。やりました。くわ、承知いたしました。承知いたしました。くわー、これは優秀やね。よし、婚姻。まあ16歳だけど。そしたらこれ誰とでもいいのかな。まあ元成死んだらダメなのか。じゃあ吉川か。これはどうなる。そしたら縁組なんのかな。ちょっと ここだけちょっとセーブさせて。うん、ちょっとわかんない。これえっ、ー、と婚姻関係なるのかな。元春、あ、婚姻関係を結ぶのでござるか。うんうん、命を結んだことを悔やませぬぞ。婚姻、外交、婚姻関係、うん、なるね。よし、そしたら吉川元春で正解じゃ。もう何かあったら、あの吉川元春、こっち来てくれるかもしれん。そしたらこれでまだ信用をね、100までどんどん上げていこう。で大名で上げろ。取りかかろうぞ。よし、そして受けたまわりましたぞ。頂上ですぞ。 OK、 即対処しろ。心得ましたぞ。頼むぞ。申し上げたし。
受けたまわりました。どうも。労力3ね。じゃあ無理か。労力足りんか。とするか。あいつなんかいまいちわからん。引き抜き。お聞きいただきたい。あ、こいつはいいよ。愚心いたす。早速始めまする。やりきってみせまする。ありがたく存じ。それで、まあ方位ね。これは維新がまだ足りぬか。これ。まあ、これは重鎮を違ってくからね。まあ楽一楽座。承知しましたぞ。いくら出してくれる？9000か。9000ならばいいんじゃないかな。うん。9000な。まあまあ、あっという間に瞬殺されると思うけど。で、命令を下され。155日。そう、威信が足りんのだよね。威信が足りんのだよ。たっけえからね。310なるのか。まあよかろう。ご加盟とあらば。うん、そしたらもうちょいだな。もうちょい待とう。うん、ここから余裕持ってここ届くようになったらね、攻めましょう。うん、朝廷もうちょっとだよ。よし、オッケー。さすればこれを制作しよう。わかり申した。で、士官。愚心があります。山田さん破壊。あそこか。そこはいいんだよね。
神明を落としてお仕えします。さあ制作もうちょっとだぞ。あ、これ違うか。なら制作。感謝いたす。マイナス4000。高っ。これマイナス1000か。高えな。これやっとこうか。マイナスなるんだね。取りかかろうぞ。で、軍開発。ありがとうございました。承知いたした。承知いたしました。心得まして。万歳。よし。オッケー。そしたらね、今回はここまで。そして次回はね、長祖壁ちょっと攻略試みてみましょう。はい、それではまた次回お会いしましょう。またね。